不況たちの解説します。まずね、松ヤニは使いません。まずで入ったら燃えてるやつね、赤いやつを切りつけます。走りながら切りつけます。自分が走っていく方向に敵が寄ってくるので、なるべくねあっち行ったりこっち行ったりします。3人倒したら松ヤニ、ここで松ヤニです。なぜこのタイミングかというと、このタイミングで松ヤニを使うと倒しきるまで松ヤニが切れません。早すぎると途中で効果が切れます。で、なるべく青いやつを巻き込みながら本体を切ります。ちょっと固まりすぎてるなと思ったら、ちょっと歩き回りながら切ります。回復するときは離れて、できれば柱に隠れてエスト瓶を飲みます。これで終了です。もう一戦見てみましょう。突入したら正面の赤いモヤモヤを一体切ります。後ろに下がってモヤモヤのやつを探して切ります。3回倒したらすぐ柱に隠れて松ヤニ。なるべくね、巻き込みながら切ります。猛者斬りの体験持っていると特攻が入るのでかなり楽です。これは直剣でやってます。終了です。相打ち OK なのでスピードで倒しきります。